大事だよ、無駄じゃないなって、なんかそのマイナスじゃないの、プラスしかないのかなってちょっと最近思って、なんかあったらとりあえずツイートしようと思いました、うん、何で何喋ろうかなって思ってみました。じゃあ滑らない話でもする、逆に怖えよ、そうそうそう事故しかない予感がしますって書いてきてごめんって謝った。キーさんに関してはマジで滑る可能性が物理的にって話をしてます。滑るってそうじゃないみたいな笑えない、大事な事故が起きました、事故が起きるなんて、なんだろうね、今だから言える麦とかさんの秘密に話したそれ全部、だって全部 P じゃん。いや、言える範囲です、言える範囲の秘密ねえな、はい、ない、カラオケ行くと楽しい。
なんかオンオフじゃないけど、うんうんうん、その人前で輝けるのメイクと、あとは普段もちゃんと綺麗にしてる、うんうんうん、お仕事を最近よく外でするようになってから余計そこは気をつけるようには、うんうんうん、見られる人もたまります。うん、少なくには好きにいくけどね、うん、まあね、付き合いも長いからね。ただ私も彼氏とか好きにいくけど、やっぱ付き合い長いんで、うん、私もあの人の白くにすっぴん寝ちゃうすっぴん寝ちゃう、すっぴん寝しても長い方がいいんじゃないかな。いやでも実際そうだ、やっぱり私高校の時とかマスキルだったので、うん、化粧禁止、うん、で化粧をできない環境だったプラスあんまり興味がなくて、例えばそのパズが入るまでもう化粧しないの、うん、下地塗ってはい終わりますね、ガラッて終わりました化粧とはみたいな感じだったんですけど、でも逆にあの期間があったから下手に肌に負担がかかってないのかなっていう気がして、本当そう本当そう、なんか私そうしないもんだけど、舌出したで普段も落とす習慣がないから、うん、そうだ、落とさないのこの人落とさないの、それはね、あのメイクがいいね、色素ね残っちゃうからね、落とさないの、落とさないのじゃないのダメなの、落とさないの、もうなんかそのままくっついてくんないかなみたいな両面みたいな、みんな思うけどね、朝起きたら立って戻ってきてたらいいのにガンってやったら化粧感じてる私の化粧感じてこんなに広がってますけど、ね、あんまりハマったことないんですけど、でも今やっぱそのさっき言ったフラファンがあって、うん、全国行くってなった時にやっぱあの大阪だから1週間滞在で2日間オフがあるんですよ、うん、でそういう時に何しようとかっていう旅行の計画だったりするのは楽しみだな、あ遠隔行くんですけど、しかも2日間オフあるから、え、これもしかして USJ 行くんだよみたいな気持ちで、で思ったら、私だけこっそり行く気だったのに、みんな実は行く気だったって言われはる、仲良し、みんなで行くぞっていいっすね、でもそれこそいいですよ、団体で思い出みたいな、こっそりこっそりやっぱ行っちゃうとずるいってなるから、うん、いいですね、旅行です。旅行で、いいな、楽しそう。旅行だ。旅行だ今。そうか。完全旅行だよ。旅行だよ。美佐子さんは。私が今ハマりすぎてちょっとまずいなってぐらいハマってるものがあって、うん、デッドバイデイライト。あ、出た。なんかよくツイートしてますよね。この間深夜10時半ぐらいに始めて。うん、気づいたら朝4時半、え、多いじゃないですか。そうなんですよ、ずっと遊んでるやん、ずっと遊んでるの、いや、完全ハマり、最強ですよ、最強、最強です。神デッドバイデイライトってゲーム内容知ってます？なんかね、吊るされる、あ、そうそうそう、絶対やんない、簡単に言えば、鬼ごっこなんですよ。で、確かに絵はあの、まあ、ホラー系の絵なので、多分モモが苦手、うん、あの、ラスト絵でもゲームリスクやろうかってなんか絶対やんないって怖いけど、あれはね、私も怖いものに乗り越えた面白さが、まあ、とりあえずお話をするとね、全員オンラインで4対1、生存者4人に対して、殺人鬼、キラーが1人、4人の目標は、ある結構広いフィールドにボンって閉じ込められて、そこにいくつか壊れた発電機があるんです、それをキラーにバレないように5つ直す。で、直したら、この空間の中に2つある脱出ゲートに通電するの。おで、今度は出口に行って、通電したから電源入れなきゃいけない。電源入れたら脱出ゲートが開いて、脱出したら生存者、脱出成功。ただ、もちろんキラーに見つかってしまうと、攻撃を受けてしまうと、それで抱えられて、いろんなところにキックがあるんですよね。そこにガチャンってこうやられて、わーやだー、そこがね、やっぱ怖いところだな、めっちゃ似合う、私夢を見ているのかな、ってなったらね、ハマっちゃって脱出できたら脱出できたら気持ちいいから、うん、もう一回やりたいの、すぐに知らされて、そう、失敗したら悔しいからもう一回やりたいの、あれ、どこからもうやり出すゲームみたいなの入ってそうね、それ血筋が騒いじゃったそう、結局それね、そうなんですよ、誰だってサマゲーもハマりそうだし、いや、そうなんだよね、私今サマゲー結構知り合いの方が結構まだね、2回ぐらいだ、2回でも普通にハマりして